それでは、括弧2ですね。C の長さがルート2です。というわけで、答え CE を求めた後、CE 分の EF です。何使うかわかりますかね？これは円に直線がぐさっと刺さってますから、こういう時は一番方べきが使います。苦手だと思います。方べき使いましょう。方べきの定理覚えてますか？方べきの定理っていうのがあって、式としては考え方としては3種類ありました。覚えてますか？覚えてる人は勉強してる方だと思います。覚えてない人はぜひわからないボタンを押していただいて、解説を聞いてください。方べきの定理より、CE×CF は、今回はこちらとこの直線使いましょう。D で接してますから CD の2乗。このようにして計算できそうですね。CD が1でした。で、CF がルート2。CE がわかりません。ただ、もう止まりましたね。CE は、2分のルート2として求まります。で、EF 分の CE ですから、EF の長さを求めていただきます。EF の長さはもちろん CF 引く CE。大丈夫ですか？ついてきますか？ EF の長さは CF 引く C ですよ。CF の長さがルート2、CE の長さが2分のルート2。答えは2分のルート2。ということで、EF 分の CE は2分のルート2、2分のルート2。というわけで、1になります。で、ここで、要は何が言いたいかっていうと、この CE と EF の長さが一緒なんですよ。珍しいですね。で、しかも、ここにもう一つ等しい組み合わせがあります。BD と DC。で、さらに問題は続きます。NI と BC の接点 DD を出ますね。BE、ここですね。BE と DF の交点を G として、CG と BF の交点が、何ですかこれ。M ですかとしたとき、どうなるかっていう話で、こことここ、こことここが等しいんですよ。わかりますか？重心なんですよ。この問題は、G が重心なんです。重心といえば思い出すこと、三角形の重心といえば3つありました。大丈夫ですか？中線で交わる、それから、1対2に分ける、それから、全部の中線の交点となる。でしたね。こいつら、要は、中線と中線の交点となっているのが G ですから、G が中心です。で、中心ということは、最後の GM 対、CG ですか？ここ対ここ。わかりますよね。2対1。ということで、GM と、CG の関係も CG が2、GM が1、2分の1っていう風にして分かります。どうでしたか？もしこれで重心までたどり着けた人よく勉強してると思います。このまま頑張りましょう。重心って気づけなかった人、仕方ないと思います。ここはちょっと難しいです。今回の、問題では、0123C を計算で出すことはちょっと厳しい。これ1個目。で、それから、この通定あたりを計算するのも結構難しいと思うので、別に凹む必要はありません。ただ、もう一回やり直してください。もし、わからなかった人は、その辺のわからないボタンを押していただいて、頑張りましょう。というわけで、括弧2まで説明が以上です。